嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。皆さん、スレンダーマンというのは知っていますか？知ってます、はい、名前はね、聞いたことある。スレンダーマンっていうのはアメリカのなんか都市伝説のなんか化け物みたいなやつなんですよ。特徴としましては、今、喋ってる間に鼻くそつけた。耳くそ。あ、耳くそ、うん、じゃあ、よくはない、よくはない。結構いろんなところで目撃情報みたいなのがあって、古いとこ遡ると、なんとブラジルの洞窟の壁画にスレンダーマンが現れてる。そんなわけないでしょ。これ年数で言うと紀元前9000年。そんな昔からスレンダーマンが発見されているんですよ。ちゃんとね、あの壁画に描かれてるんです。スレンダーマンの特徴としましては、今鼻くそつけた。いや、また喋ってる時に鼻くそつけてるよ。背中から触手が生えている。気持ち悪い。手足がめちゃめちゃ長い。長いね。めちゃめちゃ痩せている。瞬間移動ができる。ああ、スレンダーマンですか？違います。すげえよ。いや、ね、ご本人がすげえよ。スレンダーマンや。いや、痩せてて手足が長いだけよ。びっくりした。なんか自分で自分の方が話してるから。すげえ、ちゃんと顔あるだろ。いや、空も飛べます。マジ？うん、いろんな能力があるんです。強っ。ここである写真をね、見ていただきたい。皆さん、この写真をね、ちょっと注目してもらいたい。やばいやん。お、見つけましたか？お、でけえ。これがスレンダーマンとされてます。体も細いし、これ触手みたいなの見えますか？あ、ほんとだ、触手だ。なんかね、うわ、ぐにゃぐにゃしてるよね。うまい。手がみたいのがね。え、動きしてる。そうだね、パッと見そうだよ。結構ね、でもね、こいつをモデルにしたキャラクターとか結構いるんですよ。例えば、あのディズニーランド、普通にジャックでしょ。あ、ジャック、ジャック、ジャック。あー、骸骨のジャック。骨性骸骨のあれはスレンダーマンをモデルにしている。モデルにして、うん、そうだよね。あと、マイクラに出てくる登場キャラでも、これに似たようなのがすごいいる。もしかしたら上級室もそうかもしれないですね。で、この写真何が怖いっていうと、この写真に写ってる子供たち全員が行方不明になってるんです。全員行方不明。結構いるよ、子供。怖い怖い。うわ、これを撮った撮影者も、写真撮った後に原因がわからないまま死亡したって。ただ、ここで、はっきり言っておきたいのが、この写真は偽物なんですよ。ん？え？というのも、アメリカでパラノーマルな写真を作ろうっていうのが流行って。パラノーマルって何？パラノーマル、超常現象、よくわからない怖い写真を作ろうみたいな、まあ今でいうツイッターのハッシュタグみたいな。なるほど。そんな感じで、どんどんどんみんなが怖い写真を作っていくと。で、それで作った写真がこれっていうことですね。これはあくまでも行方不明もパチパチか。なんだ、はい、え、パチなの？でも、ブラジルの壁画には書いてある。それも多分パチ。それもパチ。ただ、あまりにもリアルな写真と、これにつけられたコメントが、もうあたかも、そこにいた目撃者のようなコメントで、もうみんなが信じた、一気に。まあ信じるよ、こんなの。スレンダーマンはパチ。ここではっきり言っておきたい。パチです。おぉ、なんか逆にいいね。でも、そういうのも逆にいいよ。ただ、ただちょっと怖いよ。なんでこんな広まってしまったかっていうと、クリーピーパスタっていうサイトで、海外の都市伝説を扱ってるサイトみたいな。まあただ、都市伝説と違うところは、作者がはっきりしているっていうところで、ちゃんとこれ著作権もあるんですよ。え？スレンダーマンっていうキャラ。さっき、スレンダーマンの能力をいろいろ説明したじゃないですか。空飛べるの、はい、瞬間移動、はい、いや、多すぎだろってちょっと思わなかったですか？思いました。思った、まあまあまあ。これにも理由があって、この最初の写真の時は設定一切なかった。なかったんだけど、こう、どん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 ネットで広まって、それを語る人が増えて、なるほど。そしてどん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 新しい人が能力をつけていっちゃった。あー、広まっていくうちに噂としてどんどん努力がね、もう強くなっちゃう。誰も手に負えないよ、もう今それね。で、それでまあ一気にネットで急速に広がりを見せてしまったわけです。この作者も言ってんのよ、これはもうキャラクターだって、実在はしないって言ってるのにもかかわらず、世界各地で目撃情報とかすごい相次いだ。まあこれだけだと嘘ついてるだけかもしれないですね。そうだね、噂に乗り上げてね、うん、しかし、ある恐ろしい事件が起きます。2014年の5月、12歳の少女2人がアメリカ・ウィスコンシン州で、あら、え、お察しいただけたか。これやばいです。少女2人が女の子1人を19回ナイフで手をした体を刺すっていう事件が起きます。いや、怖っ。ね、確かあれなんでしょ、スレンダーマンの命令してる。そう、え、取り憑かれちゃったみたいな感じになって、スレンダーマン
殺さないと殺されるからっていう理由で、そうそうそう、要するに架空の話が盛り上がりすぎて存在しているのか、もしくは取り憑かれてしまった、嘘が本当になってしまったっていう恐怖の事件なんですよ。クライマックスを全部言ってこれがあの19回ナイフで刺した2人とされてる。ちょっとやべえ顔してるよ、うん、ちょっと左やばい顔してるね。まあ警察に連行されて話聞くと、スレンダーマンに命令されたからとか証言したらしいです。仲良くなりたかったっていう説もあります。誰と？スレンダーマン仲良くなりたくて殺したんです。そうそうそう、こちらにせよね、まあ嘘が事件を起こしちゃう。えぐ、だから僕が言いたいのは、急速でネットでバズってるとか、うん、広がってるからといってその情報を鵜呑みにしたら大変なことになりますよ。信じるか信じないかはあなた次第です。